あ、エリコンか。エリコン2じゃん。あれ、これレビューしてないですか。はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。本日はつつじが丘に来ています。こちらね、新宿駅から約20分ほどで、京王線の駅になりますね。今向かうところなんですけども、駅から徒歩1分のところにある、かなり危ないところに行きます。危ないというのはね、ある沼にはまってしまうらしいんですね。まあ世の中カメラ沼とか家電沼とかね、いろいろありますけども、僕自身すでにガジェット沼とかね、オーディオ沼とかね、結構やばいやつにね、多少使っていますんで、今回に関してはかなりね、強く意志を保って、挑もうかなと思っております。どっちかというと沼への誘惑が強めのパワースポットに遊びに行ってきたけど、ちゃんと無事大丈夫だったよって、沼にはまらないで帰ってこれたよっていう、そういった動画になると思います。はい、それではいざ尋常に参る。はい、中はですね、この通り、この暑さの中ではめちゃくちゃ嬉しい、エアコンガンガン効いているおしゃれな空間が広がっていました。で、奥のカウンターの方にね、なんか料金表みたいなの置いてるんで見てみると、10分200円、300円、500円って、高くても10分500円、めちゃくちゃ安いですね。ゲーセンと同じような価格設定で、なんか安いぞって思ったんですけど、これはね、多分ね、あれですね、いわゆる麻雀で最初安いレートで勝たせて、後から奥の部屋に案内されてね、もうすっからかになるまでね、吸い取られる、パターンですね。皆さん気をつけてください。はい、こちら、実はね、今世界中でめちゃくちゃファンが増えているシミュレーシングを体験できる施設なんです。しかもね、日本が発祥の地であるドリフト走行、こちらにかなり特化した場所になっています。ドリフトファンっていうのはね、海外でもかなり多いんですが、ここまで揃った施設っていうのは日本中、いや世界中でもね、ここしかないってね、結構断言できますね。そして私、猫パンチ、実はドリフト大好き。昔は自分で車をいじってはサーキットに行ったり、重傷の時はもうエンジン乗せ替えたりとか、とにかくね、 DIY で節約して走ってた頃がありましたね。まあ最近だとね、あまりサーキットとか行ってないんですけども、未だにね、倉庫に、上物のエンジンがね、保管されてたりします。はい、ということで今回は車大好き、ドリフト大好きの僕がこのガヤショールームをね、遊び倒したいと思います。で、ぜひ皆さんにもね、追体験してもらって、僕がおすすめするね、遊び方、そして使い方をね、お伝えできたらと思います。ちなみにこちらね、ガヤファクトリーさんっていうシミュレーシングのドリフト系のね、動画をやっている有名な YouTuber さんがね、ここの運営をやってるんですね。で、僕も結構ね、その動画見たりしてるんで、まあぶっちゃけ言っちゃうと、ただのガチなファンですね。もうね、この日のためにめっちゃね、本気で、気合い入れて40万ぐらいするカメラのレンズ用意してね、今撮影してるんで、よかったら最後まで見ていってください。で、今ね、こういう風に一周してるんですけども、イメージしてたよりかなり広いですね。そしてコクピットの数がめちゃくちゃ多い。車ゲーム好きからしたらちょっと刺激が強すぎますね。英語だとね、カーポルノっていう言葉があるんですけど、これはね、もうね、シミュレーシングポルノというか、もう車ゲーム好きのエロ本みたいな感じですね。刺激がめちゃくちゃ強いんで、もうね、ハーハー言いながらね、鼻息強めで、お届けしております。ここに来る人ね、楽しみ方はいくつかあると思うんですけど、まあ、ただね、シムを体験するっていうのも全然あり、シミュレーシングとかシムドリフトやってみたいっていうのも全然ありなんだけど、まあ、ガジェット YouTuber としてね、もうちょっと細かい楽しみ方、使い方を提案したいと思います。まずはおすすめの楽しみ方、その1がハンドルコントローラー、通称ハンコン。このハンコンがね、めちゃくちゃね、種類設置してあります。どれだけあるかというと、このロジクールの G923 がインテリアになっちゃってるぐらいですね。マジでたくさんあるんです。まあ、プレイできるものだったら、スラストマスターの T248。これ去年出た入門機ですね。ペダルもね、結構質感高いですね。そして、こちら、万人受けしてるね、もう万人に愛されているミドルスペックの王者ですね。T300RS。まあ、とりあえずこれ買っとけばね、問題ないっていう代表的なモデル、僕もお勧めします。そして、シマジックアルファミニ。コスパが高いね、ダイレクトドライブの中でもかなり人気のモデルですね。僕もこれ購入して、この前動画にしました。こちら10ニュートンメーターのモデルになります。でね、その上位のアルファも隣に設置してあります。だから10分ずつね、乗り比べてもいいよね。こっちはね、15ニュートンメーターでね、ちょっとパワーアップしてますね。楽しいんだけどで、もう1台シマジックから、これ言っていいのか分かんないけど、日本国内まだ未発表だと思うんだけど、シマジックアルファムーンですね。まあ、シマジックのハンコンはね、とにかくフォースフィードバックの細かさが海外でも評価されているので、ドリフトにめちゃくちゃ向いてると思います。
だからね、シマジックの中でも3モデル比べることができるんだよね。で、T300RS とね、こう交互に乗ることもできるんで、まあいろいろ試すことができると思います。で、それ以外にもね、スラストマスターの TH8A とかね、もう定番のやつとか、あとドリフトする人たちは最終的に大体これ買うんじゃないかっていうぐらい完成された VNM のサイドブレーキとシフターですね。これ横引きと縦引き両方ね、試すことができます。まあ実車よりしっかりしてるよね。で、一番ビビったのが、この P2000 ですね。シマジックの P2000。このペダルね、マジでやばかった。このブレーキがね、もう、フィーリングがリアルそのもので、マジで鳥肌立つほど感動しました。あ、すごい、ペダルが、なんだこれ。気持ちいい。桁違いだ。これやばいよ。これね、本当に買わなくてもいいから、一度行って、踏んでみて感想を教えてほしいですね。本当に高くてもお金貯めて買いたいっていうぐらい一目惚れしました。はい。なんだろうね、このオイルのタンクがあるんだよね。だから完全に油圧なんですよ。だから本当にリアルの車と同じ、メカニズムを使ってるから本当にリアル。これはマジで気持ちよかったっす。あとはね、市販車みたいな吊り下げペダルにできる代表格のね、 VNM のペダルも体験できます。まあドリフトといえばね、一般車といえば吊り下げペダルっていう感じなんで、ドリフト勢にはかなり人気みたいですね。まあでも吊り下げといえばこの元祖ね、スラストマスターの T3PA プロなんですけども、まあこれのね、超上位版という感じですかね。プロのね、ドリフト選手とかもこれを使って練習するらしいです。まあ俺ね、T3PA プロ持ってるんで、もうちょっとグレードアップするならこいつになるんですかね。まあでも P2000 の踏み心地も捨てがたいですねってね。もう完全に欲しくなっちゃってるじゃないか。でね、一応ここドリフトメインではあるんだけど、こういうグリップ用のセットアップもあって、これシムキューブ2プロかな。あとね、ペダルもね、確かなんだ。グリップ勢に人気のメカカップですかね。なんか美味しそうな名前のね、ペダルも設置してあります。僕、にわかなんで、グリップに関しては全然わかんないんですけど、ヒューシンクベルトしか聞いたことない。で、あとね、こいつだね、シーケンシャルシフター。これシマジックのやつなんだけど、これはね、もう作品、マジ。もう引いたらわかる。この完成度がやばい。品質もそうだけど、気持ちいいです。これは別にグリップやらなくても、一回カチカチやってきてください。で、一応ね、グリップ走行もしてきたんですけど、気持ちいいですね。こういう風にフォーミュラカーで走ったりもできるし、まあ、いわゆるグリップ勢でも完全アウェイではないですよっていうことですね。グリップ楽しみながら、ドリフトを試してみるっていう遊び方もできるのかなと。音がいいよね。この加速していく感じが好き。次に試してほしいのがコックピットですね。こことんでもない種類のコックピットを置いてます。トラックレーサーといえばね、今世界で一番売れてると言われてるコックピットなんですけど、代表的なモデルは全部ありますね。 RS6 ありましたね。で、 TR80 ライト、これはなんか全長が短いんで、結構日本のお家とか狭いお部屋とかに合うらしい。そして TR80 ですね。そして TR120 と160、こちらもちゃんと設置してあります。試しにね、ちょっと測ってみたんだけど、椅子の上で140センチもあれば十分だ。まあこういう実寸を測れるのもやっぱりね、ショールームの利点ですよね。で、来場したお客さんの中で一番なんか迷うのが TR120 と TR160 らしい。これ右が TR120 で左が TR160 ですね。で、話によるとですね、 TR120 は一般の方向けですねにはかなりバランスがいいモデルだと言っていました。必要十分と言ってましたね。で、こちらね、違いがですね、3段のアルミの厚みに対して TR160 は4段になってますね。高さがあるということで、もっと丈夫らしいです。で、ちなみにね、この吊り下げ式にできるアダプターがあるんだけど、それが取り付けられるのが TR80、120、160らしいですね。TR80 のライトは付けれないみたい。そこはね、注意点ですね。まあだからね、僕もね、TR120 と160でめちゃくちゃ迷ってますね。まあプロのね、なんかドリフト選手とかも TR160 買ってくらしいんですけども、まあ俺ぐらいの素人だったら、まあ、TR80 でいいような気もするけど、まあこういうものってね、なんかいいもの買っとけば絶対安心っちゃ安心ですよね。はい。もう一つね、ぜひ比べてほしいのがシートですね。トラックレーサーのシートほぼあったと思います。このスパルコのやつ以外は、リクライニングが確か2色あったかな。ラリースタイルのフルバケと、GT スタイルのフルバケですね。これめっちゃ特徴的なやつですね。これ全部ね、置いてました。ちなみにね、このモーションシムについてるのは、なんかレカロのね、すごい高いやつらしいですね。80万ぐらいするらしいです。やばすぎ。
でね、いろいろ座って一番いいなって感じたのはこのラリースタイルのシートですね。なんかすごいふかふかしてて、まあでも見た目はちょっと地味なんだよね。だから買うとしたらこのラリースタイルか GT スタイルですかね。今回に関してはかなりね、強く意志を保って、次に注目してほしいのがモニターですね。サムスンのオデッセイ G9 のこのね、1000R のね、超湾曲モニター。こちらが2台設置されています。いや、マジでやばいよね、これ。これずーっと一生迷ってるけど、マジで欲しくなります。これは結構 VR と組み合わせて使う方が多いみたいですね。実際ですね、これ測ってみたんですけど、大体の幅が116センチぐらいですね。まあ、その他にもね、いろんなモニターがね、設置されていて、例えばね、これは湾曲27インチのモニターを3枚使ったスタイル。これだと幅がだいたい150センチ以下ぐらい。で、湾曲32インチを3枚だったら165センチぐらいですね。だから、結局オデッセイ G9 1枚が一番ね、幅が狭いっていうことに気づけました。で、もちろん VR もあるんで、こうね、交互に比べれるのもでかいですね。ここでしかできない贅沢だと思います。それ以外にですね、ここにある PC 全部ドスパラですね。ドスパラのガレリアですね。CPU は確か12700ですね。あと12900があって、グラボの方は3060から3090まで、3070もあったかな。だからね、この GPU とこの CPU、そしてこのモニターだったらどれくらいのフレームレート出るっていうのもね、見ることができます。まあ、とはいえね、そんなにガチにならなくても、気軽に遊ぶだけでも、ここはね、かなり来る価値あります。このモーションシムですね、このモーション筐体だけでも、これ450万ぐらいするのよ。多分ね、全部込みで5、600万するものが、10分で500円ですから。おかしいんですよね。だからぜひね、これは体験してほしいです。で、僕が遊んだ時の様子がこちら。この筐体に関しては VR でもね、プレイできるみたいですね。まあ普通に車好きにとってはかなりいいアトラクションになるんで、絶対おすすめですね。で、もう一つのアトラクション枠がこのシムピットですね。これ何なのかっていうと、二つのプロジェクターで一つの絵を作るんですけど、まあ要は超巨大湾曲モニターみたいな表現ができます。これに関しては、このプロジェクター部分だけでも80万ぐらいかな。なんか確か空軍がトレーニングに使うシミュレーターで使ってるやつらしいんだけど、やばいよね。これはね、ドリフトで使うにはかなりなんか贅沢だなと思いながら、めちゃくちゃ楽しかったです。ちなみに後ろから聞こえてくるのはこれガヤさんがね、僕にドリフトを教えてるとこっすね。なんかね、サイドブレーキでリズムをつかむといいって言ったら、めちゃくちゃうまくできるようになりました。さすがです。でね、ここね、いろんなこういうスパルコのね、ゲーミングチェアとかたくさん置いてて、まあ、友達のプレイ見ながらね、喋ったり、そういうリラックスできる空間になってます。ソファとかもあるしね、本当に溜まり場っていう感じで作ったらしいんで、まあ、ゆっくり遊ぶのがね、いいのかなと思います。ちなみにこちらはね、被害者の、署名ですね。沼にはまってしまった、方々の署名です。僕の署名も中に入っております。はい、ということでね、なかなかね、楽しかったですね。そして、しかもこのツツジが丘って、なんかラーメンの激戦区なんで、ラーメン食った後に遊んで、またラーメン食ってまた遊んで、みたいなね、デブか。まあ、そういう遊び方もありなのかなと思いました。そしてね、最後にここまで見てくれた方に、特別にですね、この沼のね、主であるガヤファクトリーさんに突撃インタビューしてきたんで、その様子をお見せしてお別れしたいと思います。楽しみます。あ、すいません。ちょっとお仕事中お邪魔します。お、お邪魔します。こんにちは。はい。今何してるんですか？あれアクティビジョンあれあれちょっと、あれちょっと、あれおかしいね。ガイチャンネルって PS チャンネルでしたっけ？おかしいっすね。ではちょっと、トルさんの方は何してるんですか？あ、僕の動画見てるんですね。いや、仕事してますね。ユニクルガジェット研究中の。なるほど。全く僕の動画役に立たないと思うんですけど。いつも勉強して、いや、ありがとうございます。いや、っていうか、すごい。夢のような職場ですね、ここ。ここに、これが
いつも手元動画撮ってる筐体です。ちょっと入社していいですか、ここに。あります。僕ここに座って仕事するんで。睡眠3、4時間になるんですけど。あ、それちょっと、これが、ね、あ、こっちにも、こっちにも一応あるの。はい、レビュー系ですね。なんで配線ごちゃごちゃしてるんですけど。あ、レビューはこっちだったですね。いつも機材入れ替えたりしてるのがこっち で、ね、実際撮るのはこっち。こっち、なるほど、なるほど。オンボードを撮るとき専用です。なるほど、なるほど。カメラって何使ってるんですか。関係ないです。気になる、気になる、そこ。これ、これウェブカメラ。意外と、ロジの92さんかな。はい。PC は、やっぱりね、YouTuber なんでね。RTX3090? はい。あー、i7 の i9 ですね。12900 です。あー、僕とおそろっすね、そこは。ちょっとこれ、アルミ。アルミヘアラインドイやばい、はい、これって最上位モデルだけ？他のモデルにも、うん、あのオプションで変更できます。かっこいいな、はい、サイトよりかっこいいですよね。あー、もう光り方が違うんですよ。なんか実物の方がドスパラかっこいいっていう。あ、そうです、そうです、そうです。実物見ないと分かりづらいかもしれない、ね、なんでだろうね、実物の方がいいっていう。こっちもですか？全く同じモデルです。390。はい。あー、いいな。ちなみに FPS は何 FPS でいいんですか？COD は。一番ウルトラもカンスト状態で貼り付きですよ、デュアルモニターですね。これ下の PC、PC 別です、これ。え、な、2段2段、あの旧型のガレリアですね。あー、はい、で2台で編集はこっちで、撮影はこっち。撮影はこっち、はい、やばい、はい、男子の夢やな。どうですか、10年前こういう仕事してると思ってました？ないです。思ってないですよ。趣味でね、趣味で動画を作ってると思う。まさかね。そうっすね。まさかっすね。僕も全然違う気がしたんですね。僕も全然違うっすね。なってたですね、やっぱり。僕の方は1台で5枚つなげてます。この子めっちゃ働いてるってこと？そうっすね。あ、すごい。あ、セコレもこっちも、仕事もこっちと。はい。動画編集は、どちら？桃がやってるんで、僕はモデリングとか。あ、なんか、最近 M2 Mac が気になってるんですけど、全然シムと関係ないよ。編集すごいサクサクなるらしい。僕はウルトラワイドでプレスしてます、はい。これは LG か。これは G813。ああ、いいの使ってますね。僕パッド勢なんですよ。あ、マジですか。あ、エリコンか。エリコン2じゃん。あれ？これレビューしてないですか？してないんですけど、これはこれでアセコレやってみてください。桃からの誕生日プレゼント。マジですか？大切に使ってるんです。マジですか？嬉しいプチ情報。こっちも2台目。そうなんだ。桃もずーっとエリコン使ってます、はい、あ、マジですか？エリコン2意外としついですよね。いや、めちゃめちゃいいですよ、うん、僕はもうこれがないと仕事できないんで、仕事に使ってるの、うん、高くしてる。ガチ勢だ。結構ガチ勢だ。もっと欲しいです。背面パズルは使ってるんですか？背面は使ってないですね。あ、じゃあ、モンハン持ちではない？あ、モンハン持ちしたりとか、あとはもう、なんかここら辺のボタンを駆使して、あ、僕パッドはゲームしないんですよ。あ、その、そうなんですか？撮影で使ってるんです。え？撮影でパッド使ってるんです。どういうことですか？ドローンカメラっていうのが、あ、アセットコルサ。なるほど。僕、車をこういう風に撮ってるじゃないですか。あ、じゃあ細かい動きしやすいから、これで全部カメラなんですよね。本当だったんですね。本当に仕事です。ちなみに、これ、本当に初公開なんで、誰もこれ知らないです。そう、知らないです、これ。あ、そうなんだ。あ、マジか。で、こっちは、FPS。僕は完全にゲーム。あ、でも僕も、アセトコルサの改造するときに、簡単な操作するときは、これでやります。ああ、そうなんですね。パッドでもやります。クーラー黒。これ塗ったんすか？塗りました。自家と。自家と。こだわってんの。あ、でも確かにここに白いクーラーだった。ちょっとダサいな。統一したいです。統一したな。かっこいいな、これ。赤と黒いいっすもんね。いやー、これはちょっと、帰りたくなくなるような。これも気になるんじゃないですか、いろいろ。ここだけモザイクかけてください。すいません。あれも、多分、日本では発売されてないですけど、シマジックの M10 って旧型モデルですね。のダイレクトドライブ。お宝の山が、ヤフオクで10年後にすごい、価値上がるんですか？ヤフオク。ヤフオクで。これとかもうすごいことになってますよ。これももう、今ヤフオクで言ったらすごいですよ。やばいっす。あれがお気に入りの G733。僕のはあっちです。色が違う。違うの、これね。お気に入りの G733 どうですか？やっぱ音フラットでいいっすよね。いいっすね。あと、ま、軽さですね。僕らやっぱ2人とも VR 使うんで、VR の上からヘッドセットつけるんで、やっぱ
軽いのがやっぱありがたいですね。配信の時とかマイクは別、うん、配信はこの Wi-Fi 使ってます。Wi-Fi、はい、あと最近買ったのがあの JDI のマイク。あ、俺も買ったそれ。マジですか、俺も買った、はい、なんか瀬戸康史さんがレビューしてて、さあそれ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 見て買いました。同じやないかい。YouTuber は大体瀬戸康史さん見てるっていう。そういうことか。はい、ということで今回はね、僕がただ遊びに行ったっていうね動画になるんですけど、めちゃくちゃ楽しかったんで、ぜひ皆さんにもね行ってみてほしいです。電車もねすごい便利だし、車もねすごく近くに安い駐車場とかもあったんで、ぜひ週末にでもね車好きの友達と遊びに行くのもありだと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。